はいどうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでこうするクエストをいただきました。頂上へ登りきれ30秒スピードラン。さあ、50コインをすべて1枚取ってからゴールということでやってまいりましょう。いや、とのまるさんに遊んでいただけると、すごく嬉しいですと、ちょっとコメント、概要欄のとこ書いていただきまして。まあそういうこと言ってもらえるとね、すごく嬉しいですね。これ間違ったね。こっちからこう言ってパウ使ってこうだわ。で、あのクッパは関係ないんだけども、そこでファイヤーが当たっちゃう。ここだから音符のことはまだあんま気にせずに、もう早めに使っといてよくて、で、こう言っちゃえば、ここって入っちゃいけない隙間。あ、クッパ。いや、多分コースの本題的にはクッパは全く関係ないはずなんだけど、なんか地味にクッパちょっとぶつかってきますね。このスピードで、ここ別に隠しブロックなかった、よかった。一瞬積んだかなと思いましたけども、あそこは隠しブロックがない作りだったので、使えちゃっても別にいけるというお話でございました。3段ジャンプからの、さあこれで表面帰っていきまして、ゴール条件が50コイン、1回こっち行って下行ってコイン取って、こっち側は隠しブロックがないから、これで時間がきついんだこのコースってなったら、ここの4マスのところはいっそ1回降りてからこういった方が、隠しブロックで積みますよ、怖っ、隠しブロックで積みますよじゃないけど、ある種多分あそこで突っかえちゃったら時間制限で積みますよっていう話になっちゃうと思いますので、多分ああやって1回下に落ちながら進んでいくのが一番確実なんじゃないかなと思いました。さあ、ここ壁キックも余裕でちょっと挟みつついけば、多分時間的には間に合ったんじゃないかなと思いました。というわけで、交際で改めました、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。10秒1パスマリオ、クレーンを早く降りるにはパウブロックをすべて5回発動させてゴール。さあ、なんか最速で降りないといけないらしいんですけど、下ボタンを押したらまっすぐ降りれる。あ、ヒップドロップで降りれる、もしかして。あ、それを駆使したらいけるんかな。ん、ちょっとヒップドロップする。いや、ここでヒップドロップ押してもでもいけないわ。やっぱこれどう行くのがいいんだ。こうか。あ、こういうことか。こう違うんだよな。こう言ってすぐこう、すぐこう、すぐこう。あー、このサイクル。はい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 。オッケー、これは早いんじゃないか。いや、でもこれでも逆ベルトだから間に合わんくね。逆にちょっと飛ぶか。あ、なんか早いんじゃない。ってか、クレーンに捕まらずに、要はパワーブロックをヒップドロップだけしてすぐに降りるみたいな。こんぐらいの感じで、あんまりクレーンに捕まらないぐらいの勢いで行っても間に合わんか。早くない？早くない？これだいぶ早くない？っていう感じしますけど、これ多分過去最速来たと思いますけど、これでも間に合わんか。あ、これはいけるんだ。クリアできない。さあ、なんかコースタイトルがクリアできないというコースで、これはそうなんだよな。ブラックパックの当たり判定めっちゃでかいもんね。そうだね。ちょっと待った。なんだそのドアは。一旦この斜めから入るとかでも、やっぱこれいけないと思うんだよね。これなんかあるな、これ。鍵があった。鍵はあんま今関係ないな。おっと、右端にルートがある。これ何かをぐるっと回ってきたら、あれ、ゴールできるようになるっていうことなんかな。でもこれ別に行けるとこなくね。鍵ドアがだってないよ。あー、そこに普通にドアに通じているならば、いった。でもこれガリガリの裏に出てくるんじゃないかなと思ったら、そうでもなかった。なんだこれ。おっと、ガボンがいましたので、ガボンに一旦ここのブロックを壊していただきまして、の一回隠しブロックを探オッケー、探しといてよかった。さあ、ここでボム兵が出てきたので、ここに投げ込めば。いや、でもこれ、あー、壊す場所ミスったか。もっと上の方を壊さないといけなかったんじゃないか。おそらくこれでギリギリで上の方だけ壊しといて、あれでも違うわ、上の方壊したからっていけないわ。よく考えたらダメージ食らわないとこれドア入れないわ。あれ、なんだこれ。でもこれ以上隠しブロックない感じする。あー、そういうことか。もしかして、あの、つまりボム兵で壊すべきはそこではなく、ここなんじゃないか。要は、はい、オッケー。さあ、これでファイヤーを取って、これでいけるんかな。こっちから行くじゃん。あ、いけるんだ。絶望の城、体の限り駆け抜けろ、180秒スピードラン、腕に自信がある人以外諦めてください。そしてゴール上、なんだ、なんか難しそうだね。なんだこれ、何すんだん。これかぶるでもないか。
かぶるでもないな。まあいいや、一旦ちょっとかぶってこうくらいながらでも進めてるっちゃ進めてるので、一回ルートを見ときたい。で、オンオフが切り替わってないと上に行けねえ。なんだ?なんかよくわからないですが、ここで耐えることは可能。なんかもう全体的にすげえ違う気がするな。しかもこれ先進めないな。これなんだ?どうやったらよかったんだ?でも足場にできるのここの音符しかないし。なんだこれ?結局やっぱ食らっていくでなんかいいんじゃねえかなっていう気がちょっとしますけど、そうじゃないのかな?ちょっとよくわかんないですけど、一旦これでここは行ってみるとしてですよ。で、ここからがでもよくわかんないんだよな、また。この、なんかパウ持ってったりしたらいいことないかなと思って、パウ持とうかなとしてみたら、なんか鍵をノコノコが持っていました。これは何なんだろう。とりあえずここの鍵ドア入ってみる。まあでもゴール条件がボム兵一体だから、まあここ来ても意味はないけど、一周してここに来るみたいなことなのかな。じゃあでもそしたら鍵持ってこっちに行くことで、あそこの鍵ドア入れるよね。そしたらこれこれ、まあオンオフじゃあ切り替えてここ入ってみましょうか。そしたらここに繋がっているからここ来れる。わかりました。ここでこう行って上に行くじゃないですか。そしたらメットをかぶった状態でここに来れるから、こうしたらあの右上のトゲの道に進めるはずなんですよ。こうダメージを食らいながらっていうことなんじゃないかなという感じがしました。ここが正規ルートということなんかな。ここ怖いな、ちょっと待ってよ。ここは多分とりあえず土管入っちゃえばいいんじゃないかなっていう感じで。なるほど。これとこれを思いっきり動かしとこう。で、いや別に上行かんでよかったんだ。ブラックパックが出てくるならば、まあそれだけ避けとけば大丈夫。なかなかに進み方がほんと独特なコースですね。ちょっと待って、ミスった。さあ、パウをしっかり取って、ここに帰ってきましょうと。で、ここはまあしっかりヒップドロップすれば、つららにはやられませんよ。で、これでもう鍵が開通しましたよと。で、鍵ドアの先がどうなってた?壁キックか。まあ、というわけで、ここは即壁キックをすればいい案件で、余計なクルンとかはせずに行っちゃえば大丈夫で、まあこれはそこさえ超えればいけるので、まあまあ大丈夫なんじゃないかなと思いますね。なんかすごい独特なコースだね、本当に。これは間違ってオンオフを切り替えたら積むから、切り替えずにこうやって帰りましょうねっていう話か。時間制限が本当にどうなってるんだろうかっていう、そこ次第な感じもしますけれども。さあ、これで、鍵ドアに入りまして、まあゴール条件はいない、ボム兵がいないんだよね。とにかくいたわ。スターがあるから、じゃあ倒しちゃって大丈夫?倒しちゃって OK という。ちょっと待って、ヒップドロップが出てない?OKOK さ、ヒップドロップでここで止まって、で、ここ。あれ?っていうかさ、鍵足りてなくね?鍵がだって、ちょっと全然いけない。全然いけないけど。これだって鍵ないよ、もう。そしたらここ勢いよく乗ったらこの上届くから、ここから一気にこっちに行っちゃう。そしたらそこの鍵ドアに入んない分の鍵が1個節約できるから、まあこれで多分鍵は足りると思うんだけど、これが正しい進み方なんかな。別にここのボム兵がね、鍵持ってるわけでもないしね。なんか鍵の数が合わない気もするんですけれども、まあこれでゴールはいけるんじゃないかと思いますね。さあ、これで、メットをかぶった状態でここのドア入ってくれば、まあゴールなんじゃないかなと。